今回の MC は僕とプリンスさんでいこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、 1P マジンガさんのエスタラット、 2P ミヤミヤさんの X 流、さあ HD でやり合ってる中みたいですね。みたいですね。2人は普段はどっちが勝っているんでしょうかね。さあ、このラウンドはマジンガさんがリードしているが、まだ分かんない。勝利とアップかかってお互いスカル。さあ、あれは相打ちにもならないですね。ならないですね。あれはもう龍の昇竜拳が一方勝ち。本人は知らないと言ってあのアッパーカットは無敵時間が一瞬しかないんで、はい、あ、じゃあ削り勝つ、削り以上勝つってことですね。そうですね。さあ、初体が画面端、さあ大昇竜が空振ったがさあ大キック波動、初体がね、ガードしている。さあ若干優勢か。さあ弱アッパーカットです。マジーナさんと取り返してラウンド3。今はどうなんですかね。やっぱりやっぱそれでもやっぱり龍ですかね。なんとも言えないんですよね。なんとも言えないですか。どっちもどっちみたいな。全然スタガットも強いんで、やっぱり龍側がそのどれだけスタガット対策ができているかっていうと、エスタガット側もやっぱりそのただ球だけではなくてちゃんと流線っていうものを考えながらやれれば相当やっぱり変わりますからね。さあタイガー2位からの投げで、まずはマジンガさんが1勝。はい、第2戦目ですね。ラウンド1ファイト。この気持ち多分流側もなかなかエスタガットとやれる、ね、機会はあんまりないですよね。まあ、そうですね。結構やっぱエスタガっていうだけでやっぱまあ敬遠されちゃいますから。そうなんですよね。だから本気でそのエスタガ戦をやるっていうこと自体はやっぱりちゃんと取り込まないとまあできないですよね。そうですよね。やっぱり重要なのはこの中間前なんですよ。はいはいはい。このまあ大体開幕ぐらいの前なんですけど、はいはいはい、あの距離の波動拳がやっぱり前飛びされるっていうのと、 あとはサガとの垂直ジャンプダイキックですね。あれが相当強いんで。あれ強いですね。まあ、ここ技届かないから波動でいいだろうと思ったら垂直ジャンプされてジャンプ台キックだけ食らって波動が後ろに突き抜けていっちゃ う。あれはよくありますよね。あれでやっぱり波動が打ちづらい、だからタイが打たれる、ね、じゃあ飛ぶしかないってなると今度アッパーカット落とされる。立ち台パンチが痛い。2-1。やはりこのタイガー2にもやっぱり、ね、すぐやっぱり対応できないとダメですね。そうですね。あそこにまあ中盤波動か中盤やかは差したいですよね。そしてうつがサボット強気、タイガー2から投げ、反応できない。2ラウンド目マジンガさん、さあラウンド3ハリマークアルティダイヤシー。さあ、あの開幕しゃがみチューパーのグランドタイガーに対してのしゃがみチューパーなんですね。ああそうですか。それに対して、それに対して歩きってしゃがみダイヤシが裏になりますね。なるほどなるほど。さあ飛び込み、三段にはならないが、三段にはならない。あれしゃがみダイヤシが立ち台パンチが教えてくれるんですか、ね、さあさあ逆に投げる真空、さあ刺されるのが早 い。さあドロー、さあ一瞬ね。さあ真空削りが最初にならなければいいですけどね。今日のミスもったいなかったですね。今日はなんとかミスをカバーしたい。さあ大ボスにアッパーカット。さあこうやってやっぱりリは地味にゲージを貯めなきゃいけないですね。意外とこの当たんないんですよね。さあ昇竜がなかなか当たんないですね。サガットに。そうですね。あのサガットが技を出せば昇竜当たるんですけど、まあ、出さないとやっぱりああいう風にスカルっていう風に、龍側も対空は昇竜拳だけっていう風に考えるとダメですね、はい、さあこれでマジンガさん2勝目。はい、第3戦目ですね。さあ僕から宮宮さん落ち着けるか。どうしてもなんか S が出てると焦っちゃうんですよね。まあやっぱり黙ってると黙ってできるっていうのがありますよね。なんか常に拘束されてる感じがするんで、焦って早く動かなきゃっていうとなんかめっちゃ減ってるみたいな。まあまあまあ確かに。
やはりこの龍側がエスタメに対してできなきゃいけないのが、タイガーに対する対処と、あとはその昇竜拳の当たらない前からジャンプ台キックを出せば昇竜が当たるっていう前ジャンプ、あれに対してのちゃんとした耐久の処理、あれがやっぱりこの2つがちゃんとできないとやっぱりなかなか勝てないですね。結局シンクだけ貯めて戦えばいいって考えたって、貯めてる間にダマコンでいってどん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 2人減られます、減らされますからね。このラウンドはミヤミヤさんペースだ。さあ、しばらくの大アッパーカット、大アッパーカット、着地大アッパーカット。さあ、分かった、龍が。さあ、アッパーカット打ち切り。ちょっと早かったですね。まだ龍が着地してないかなっていうぐらいの時にもう先に行っちゃうね。そうね。さあ、うまい。さあ、ニュートラルタッチからの足払い。アッパーカット。ハローで。画面端、ダウン。届かない。おっと、アッパーカット。ここはさすがにちょっと無理できないか。さあ、大キック当たる。シンクが持ってる。さあ、ハローケン強気。宮宮さん取り返す。はい、第4戦ですね。セットカウント1人まで持ってきました。さあ、上りジャンプ大キック。さあ、上下立ち台キック大工、これも結構強いですね。そうだね、大工も。さあ、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 ダメが繋がんなかった。繋がんなかった。あれね、ちょっとね、中大河とかよく繋がんないんですよ。さあ、やっぱな、ミーからの投げが、からの投げっていうのに対して、まあ、見ちゃうのもあるんですけど、龍河がはボタンを押して反撃しようとか、なんか色気出して連動型狙おうとかすると、大体投げられますね。あ、なるほどね。だから、もう大谷自体を、僕は来たか投げっていうぐらいをできないと、やっぱりああいうふうに逆に投げられたりとか、簡単に血を許してしまうということになりますね。とりあえず返すことが大事みたいな。そうですね。エスタラタに結局投げられるとダメージこっそり持ってかれるんで嫌なんですね。そうか、ね。さあ、大勝利を暴発してしまう。痛い痛い、リュウゼロネット。今回さあ、波動拳、強気の波動拳がヒット。さあ、ラウリー、はい、さあ、流れが変わった感じもしないこともないが、今度は勝利権が当たる。さあ、アッパーカットで切り返して、さあ、アッパーカット暴発。さあ、こっちから台出し、波動拳ね。さあ、飛びが中央下や。さあ、見てから真空、これで取り返す。2勝2敗ですね。はい、第5戦目ですね。さあ、2勝2敗になりました。弱達から勝利が刺さる。まあ、やっぱりいくらエスタラットだって言ったって、この画面端にやっぱり追い詰められると苦しいんですよ。苦しいですよね、さすがに。そうなるとやっぱりどうしてもサガット側も前にだろう得ないっていう状態ですね。陣取りがやっぱ、あとはみんなさっきからこの、はい、グランドタイガーを打った時の完全読みジャンプのところに対しての、はいはい、ガードはできてるんですけど、アッパーカットが出てないですね。ああ、そのガードしてるってことは全部アッパーカット入ってるもん、ね。そうそう、あそこはちょっともったいないなっていう。さあ、ツーヒット、これ痛い。これでピオリッチ。さあ、大勝利。さあ、3段痛い。さあ、まさに対して勝利を出していたんですが、出なかった。さあ、こっちから出して、ミヤミヤさん取り返して、ラウンド3。ラウンド3、はい。さあ、カイジマと波動拳打っている。ガンガン飛んでいく。ファイヤーヒット。こうなると、エッサがもう楽ではない。楽ではないですね。さあ、対空昇竜出る。こっちでファイヤー。さあ、ミヤミヤさんがこれで3勝ですね。はい、第6戦目ですね。はい、
さあ、ミヤミヤさんがついに、一生アドバンテージを持ちました。そうですね、やっぱり、はい、佐賀と画面端に追い込んで倒すっていう、そうですね、やっぱり基本ですよね、画面端にやっぱり行かないとやっぱ勝てないので、やっぱりそうですね、基本ですね、中央だけであってもなんでもなんないんですよ、やっぱり、はい、さあ、怪しいながら前ジャンプショーは大空になっていて、結果往来、まあ、ショーパシングで、さあ、引きずって投げ、まずは宮宮さんが1本。あれもやっぱり鎖骨と中足に下段があるんで、やっぱりそこを意識すると投げられるっていう、あ、そうですね、そうですね、あとはまあ今後ろ投げなんでアッパーカットを打たれてもガードに、まあ、ガードになるタイミングがあると、さあピヨンティール大キック勝利が減らない、さあこれで宮宮さんがマッチポイントですね、はい、第7戦目ですね、さあここで決めれるのか、それともここからマジンガさんがまた一気を吹き返すのか、さあなかなか飛び落とせない、さあ大キック痛い、対空真空は削りになってしまうが、おっと分かんない、お互い打ち上げる、強気の波動、さあ先にウィニングポイント取ったのは宮宮さん、リーチですね、さあ最後 あのところで、あの強気の波動がだいぶ機能してますね、そうですね、あそこで宮宮さんがちょっとアッパーカットが出てないかなっていう、ああそうですね、ちょっとジャンプする距離が近いですね、あもうちょい離れたところから来ても全然いいんですけど、ああなるほど、あれで第5周、さあパカト、うわー、大神経、大神経、勝ったのは宮宮さん、セットカウント5勝2敗ですね、お疲れ様でした。